中指立ててます？いや、あの必然的に立ってしまうんです。必然的に立ってしまう、すいません。中指立てられてるのかな。もう、あの細かいこと言ったら人差し指も同時に立てます。ゴミがですよ、それ。レゲエかかってないで。すいません、本当申し訳ない。いやー、いろいろあるっすね。恥ずかしゅうて、恥ずかしゅうて。まあでも指飛ばんでよかったな、うん、そしてあの病院が近くて助かった。めっちゃ近かった。でもゆっくり優雅な時間が一変してしまって。一変したな。まあ、あれやね、2時間待たされる。病院で2時間取られたから、もうすっかりすっかり夜ですよ。夜になって思って、帰ってきたら夜ですよ。そろそろ晩ご飯の準備していこうかなって思うんですけど。うん、あのしていこうかなって思うんだけど、晩ご飯作れる？それ大丈夫？あの右手生きてるんで、右手でタタタタタタンって切らながら出ていく。大丈夫？肉は切ってきたから大丈夫。あ、切ってきた、さすがやな。準備万端ですよ。おお、じゃああとはもう炒めるだけやな。指は炒めてるけどね。肉炒める前に指炒めてもって。Thank you.
はい、よし。じゃあカンガルーやる？カンガルーちょっとやってみよう。やってみよう、初めての。これがあるとないじゃ全然違うからな。インナーがさ、でっかいから、うん、これがあるとないじゃ全然違うからな。せやな。これがすごいからコンパクトに収まってくれるはずやで。これあれ、ペグダウンせんでいい？もういいっすよ、ペグダウンせんでも。あ、グランドシートついてんねん。おお、すごい。すごいよ。DOD すごい。DOD すごいよ。あ、カチッと止めねえな。おお。すごい。グランドシートにまでこれ主張忘れへん。さすが。これがブランド力やな。はいよ。ちょうどいいよ。汚したくない、汚したくない綺麗さやな。4つ。あ、ねえねえ、こうやないですか、ねえねえ、はい、こう、で止めちゃう、さっきここ、あ、ここね、お、考えてんな、すごいやん、なるほど、さすが大阪やな、あー大阪か、あ、砂が乗ったらもうアウトやな、砂利やで、地面が砂利やで、よし、あれ前後ろない？あったとしても回せる？ないんじゃない？くると回せる？行くぜ、はい、でで、うっ、おお、そんな感じ、あいたるわあ、こっち前やったな、もうこっから出てこないのちゃうか。こんな快適空間作ってしもたら、おお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 お、すごいですね。楽しそう。ああ、おい、やばい。おお、いいな。これはええな。うわあ、これはいい。三人で寝れるもんな。なるた。俺は頑張ったら俺っ子の秋元みたいに4人寝れるよ。どう4人寝れるよな。これぐらいの狭さがいいねんけどな。うわ、これそのキャンでもええやん。全然いいよ。めっちゃいい。うわぁ。いかんいかん。こんなことしないから。まだ全然終わってないのに。終わってなかった。よいしょ。さあ次は、お、お、このガス作業も慣れなあかんかもしれないよっ。うわ、出た。よいしょ。私、一人じゃ無理です。こう。こう。おお。ここなんかまっすぐなるポイントがあるね。そう、OK。お、なんか削れたけど大丈夫。そうやね、入れ方が下手やから削れてん。次こっち。こんな難しい椅子買った。おお、おお、パチン言うた。オッケー。こうか。ほな、こいつを
こうして、そっちから入れな、そうそう、で怖い、ここパチッと、はいはい、硬っ、めっちゃ硬い。やば硬っ。よっしゃあ。プルプルしてる。よいしょ。で、こっちも同じですよね。マジか。これさっきでも、うん、これ絶対こっち先入れなかもな。うん。そっち？うん。大丈夫？はい。ほらこれカチッと。ほら、スッと入った。マジか。入ってるんだけど、あ、入ってなかった、入ってない。OK、 うお、かわいい、よかったね、わあ、いいいいいい、そらよかった、そらもよかった、晴れてきた、晴れてきた、晴れてきたのに雨、雨降ってる、なんで変なの、面白い天気、晴れてきたな、もうすぐ晴れるよ、それや、おお、晴れた晴れた、よし、お昼ご飯作ろう、食べましょうか、2時やけどな、2時や、もうあと10分で2時、すごいあれ、虫が、虫しかおらん、虫がもう、お邪魔します、やばいな、あれいるって、持ってきた、カトリ、うん、カトリ、シンゴ持ってきてない、カトリ線香のフォルダ欲しいな、あーな、ポストジェネラルのやつ、かわいい、あのなんかピーターパンキャンパーみたいな、なんかピーターパンキャンパー、うん、それがめっちゃ可愛い、よし、じゃあ作っていきましょうかね、それ蓋外さなかやつやな、そうです、あたすが、あー頭に響くわ、よいしょと、フォアウィンズのカセットガスパワーゴールドをください。どこ行った？そんなある？買ってないな。そんなもん買ってないな。買ってないっすよ。まあ間違いないコンローやな。いや、思ったより低かったな。よいしょ、
怖ーて怖ーて。おお。あ、ほんまや。なんかもうすでにお鍋っぽくなってきてる。うまそう。すごいすごい。足りる？全然足りる。じゃがりこめっちゃ足りる。で、野菜。なんで悩んだでしょう。味噌のあのもっと溶かしてからの方がいいかな。いや、いい。大体で。うわ、マジで、もうすでに食ってるやん。うわ、いいですね、これ。大丈夫ですか？雨を。ちょっと振りかけていっていいの？もう。あ、はい、どうぞ。ネギがいいな。すごい。こんな鍋で、薄い鍋で味噌煮込み作る人おる？なんかでもお鍋食べたいよな、これで。そうや。韓国風の。確かに。プデチゲとかいいな。そうやろ。今度じゃあ私ソロキャンでポテチゲいただこう。いいっすね。うん。え、どうぞ、ビートナイト。あ、それで入れてな。絶対美味しいやん。すごく綺麗。はい。お、卵はあれせへんの？あ、あれしていいよ。ママさんは。ぐちゃぐちゃっとしていい。いいっすか？二杯目いこうかな。うわ、うまそう。ほら。うわ、やば。美味しいぞ。これは絶対うまい、ほら。うわ、お野菜、お野菜。キノコ絶対入れへんやん。キノコ俺、嫌いやねん。なんだ、うどんは？じゃあ、いただきます。これちょっと入れようかな。あれはもう、若い男性たちのな。うん、うまい。うまい、うまい。うん、うん、うん。私、よもぎも使ってきてる。氷焼いて食べたいな。なあ、めっちゃ美味しい。いらんやん。ほんまや。ほら、お野菜もっと入れてもよかったかな。うん、なんか溢れそうやったから。なんかあの急にすき焼きが食べたくなってきた。夜。ああ、すき焼き。これでな、絶対美味しいやん。じゃあ肉買いに行こう。行こうか。ちょっと後で買い出し行こう。めっちゃすき焼きの気分じゃない。マジか。これがでもすき焼きのうどん。めちゃくちゃうまそう。味噌煮込みと一緒に食べよう思ってちまきも買ってみたい。うん、ちまき食べようぜ。車開いてる？うん、開いてない。
後ろに乗ってるわ、袋。はい。後ろやわ。はい。あ、すごい。うん、どっちが先かな、もちやくんかお湯沸かしたか。お湯沸かした方がいいと思うね。お餅ってすぐ焼けるんじゃない？お餅はすぐ焼けると思う。焼かんでもこのまま食べれるからな。なあ、これ絶対美味しいやん。ちょっと一口食べさせて。1個食べ。美味しかったら全部食べよう。食べ食べ。美味しかったらコンさんこう全部。うん、食べ食べ。おー、食べ食べ。うーん、はるたんはママより大きくならなあかんからな。なんで？ママより小さかったらおかしいやん。なんで1年生やで。だってママはちびやもん。何がやねん、ママは最強にでかいよ。あおくんよりちびやん。うる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 。味なさすぎ。おい、あ、入れる。あ、入れてもらっていい。じゃあ、はるたがやるわ。お、すごいすごい、膨らんでるって見て。あ、めっちゃ膨らんだ。すげえ、ポコっていったの。ポコってな、コポコポって。これ美味しい証拠やね。チャオペとファイティアオコラボの焚き火ブレンドが美味しい証拠やね、うん。3ポイントやるな。これいけそうやで。これそういったね。いくぜ。ない、なんか振られちゃいけない。なんか青くんめっちゃパン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 。これなんだ。これは？どうですか？マシュマロみたい。餅がもちもちになった。餅がもちもちになったって、ね。焼くことによる。はい。うわ。いただきましょうか、じゃあお餅を。やっぱり焚き火ブレンドはブラックやね。ブラックだよね。焚き火引きます今日。あ、うま、意味あったよ。どうやろう、するかな。それめっちゃいい。するかな、まあ、焚き火するかな。結局そこに座らへんね。いや、おるかなと。まさかの一本か。お餅いい感じに焼けてるよ。俺の私はスパッツ今日初おろしやけど、はい、なんかもうすでに汚れてる。はい、乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。待て待て。はい、お疲れ様です。おいしい、焚き火ブレンド。おお、それめっちゃいいや。うん、香りが最高や。じゃあもう煮とってよ。お餅食べよう。うわ、本気のもちもち、うん、めっちゃもちもち、やば。まだつけてた。熱い、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 やばい。おいしい。うわ、やばくない？うまいな。これはうまい。うん、明日も寄って帰ろうな。うん、これは買って帰ってあげたい。無理やった？めっちゃうまい。これ焼いたら食べてみ。
イカ。イカ。めっちゃ熱いからうまい。もちもちやで。違う、パパも口つけたやつや、ちょっと。ハルタのほっぺたみたい。猫舌すぎやん。じゃあこっちするわろ。良そうな。良さそうな石。うん。ちょっと無理やわ。これはうまいな。うん。これと買ってきてよかった。2つ買えばよかった。なあ。失敗した。こいつとこれがさ、めっちゃ邪魔やん。やばい。てかさ、太郎くんさ、あのさ、ネフライトに勝てるの多分当たり前やで。やるんですね。はい。やっぱ寒かったらきついやん。よいしょ。入れよ。よいしょ。こうですかね、向き的にはこう。どうですか。寒いな。ダンパーどっちでもいいって言ってたのに。こっち使うな。こっち入らへんの。入らへんの。あ、入った。薪でも割っとこうか。これか。かわいそう。なんかこのサイズ割らんでもいきそうやな。うん。あ、火バサミみたいな。全く持ってきてないやつ。車の中やな。なあ。あれやろ。そう。ベントラックスのな。焚き火トングじゃない。
どうやったら火つくか分からへんからな。合ってるんかどうかも分からへん。燃えそうなもんは入れてるからとりあえず。来てる？巡ってるよ。おお。暖かいのが巡ってるよ。やるな。これも焚き火せんようになるんじゃん。めんどくさって。冬だけやろ。あ、冬だけですね。はい。よくわからへんねんな。初めてなんでいかんせん。多分何かもう安定してきたら、なんかこれを半回ぐらいにして、その蓋も閉め切ればいいっていう話やんか。全然安定せえな、ファイヤーが。難しいな、薪ストーブって。多分薪がダメやったんやわ。あ、薪が、薪買えます。わしがあの道の駅で安っ思って買ったやつが多分全部乾燥できてなかったんちゃうかな。あんでそうなんか。ちょっと巻き替えるんじゃん、入れる巻き変えた方がいいかも。めちゃくちゃダッシュで割ってんけど、割りやすい巻きで割ったけどそうやろ、変えますわ。心なしかなんかテントの方が煙に。確かに。まあ初めてやから。じゃあ焼いていくよ。いろいろあったけど、ご飯食べましょうよ。食べよう。行きます。あれまたやった全然温まってなかったなあ。あ、来たね。でも来てます。来てます。来てます。これなんかなんかアヒージョ、うん、できる。やりたい。めちゃくちゃ良さそうだね。真ん中にチーズな、モッツァレラチーズの置いてアヒージョやりたいですね。やりたい。ハゼ取るね。言うたらハゼよる。犬巻先輩に習ったんだ。ほら、そのトング掴みやすい。もうめっちゃ掴みやすいんやけど。もう多分もう2枚は落としてないあれやな、やっぱり心臓より上に上げてたら落ち着くな。あ、毒毒がない。うん、だから皆さん勘違いしてないくださいね決して、ね、ニンニクとか持ってきたらよかったな。ほんまや。道の駅で買えばよかった。
なんとなく残った野菜も焼いちゃう？焼いてしまおう。キノコとかも入れちゃうね、もう。うん。なんやかんやで美味しいんじゃない？美味しそう。あ。わあ、美味しそうやね。あ、なんかうまそう。なあ。あ、いいっすね。ちょっとシュガーみたいにカリッと焼けたかな。ユンギ、ユンギス、何のせいだな。ユンギス。すげー。わ、美味しそう。ちょっとゴンフィンが焦るけど大丈夫。これが一番落ち着く体勢やる。一番あの気分優しい体勢見つけました。この状態やったら仕事できるかもしれない。やっぱ迷惑かけられへんわ。うわ、ネギ。本当。迷惑かけへん人間なんて何だろう。いやもう。だって迷惑かけっぱなしやからさ。私そういうもんやって。その分また元気になった時に返せばいいじゃない。いや私は出勤します。野菜は焼けたな。肉もこの辺焼けたかな。入れていきますか。はい、よいしょ。私が入れましょうか。野菜がうまそう。なあ、ちょっといいんじゃない。野菜メインなんだ。野菜をちょっと。あったかい方が美味しいじゃん。うん、ちょっとちょっと待って。あ、うまっ。うまい。うまいぞ、はる。ご飯。ご飯こっち？こっち？こっち？ご飯どう？なんかいい感じの食卓できやがった。お肉入れてあげるわ、全部。全部入れていい？よいしょ。これぐらいちっちゃかったら食べれる？はいよ。タレはもうちょっと入れる？おお。これをさ、タレかけてさ、ここのお肉にさ、じゃあこのお肉のさ、うん、上にかけたらさ、焼肉丼ぶりだ。うわ、やばい。やば、なんだろう。オッケー。はい、レミちゃんご飯どうぞ。多いな。多すぎ。多すぎれん。はいはい。ちょっと。どうですか。あ、ご飯を食べよう。まだ食べられへん。いい味なって。いい味なってきた。おいしい。いや、これサイドテーブルあるだけで全然違うな。No。 めっちゃ楽やねんけど、ほんまに。いただきます。はい、召し上がり。食べれる。絶対熱いよな。え、いらんのこれ。サッキュー。あ、そう。大丈夫。うん、うん、バスしとよ。フォークがないな。トリュフ掘りに仕掛けた。うん、あ、うん、おー、良さそうやね。俺はやる。俺は、はい、俺はやるで、かける。かける。スーゼにしようか。じゃあラモス。ライオンのメス。やばいや。スススタジオ。ブス。
のカーブがこうなってるから、うん、このジョンソンビルのウインナー長いやん、はいはい、真ん中が当たらへんな。あ、そういうことね。橋みたいになってそれって何枚切りの食パン？あ、これ6枚切り、絶対6枚切り。6枚でこの太さ？そう、6枚切りじゃないと挟まれへんから。これサンドイッチのパンやったらあかんのかな。これもめっちゃ太く見えるよな。やってみたことないです、サンドイッチのは。サンドイッチでも6枚切りの食パン忘れずにって言われたから。サンドイッチのパンやったらもうウインナーだけ食べてるみたいな感じだな。パンが薄すぎて。確かに。はい、ドーンと。はいしょ。てか、いけるかなこれ。いたー。よっしゃ、はい、焼いていきょう、焼いていきょうやって。うまいもんなこれ。これ美味しいんだよ。ジョンソンビルビル。でかいけどかな。できたで。これ。よいしょ。ここに乗せたらめっちゃ映えるんちゃう。ほら。あ、焦げてない。焦げてる？焦げてないやん。うまいこと言った。うまいこと言ったよ。でもなんか最近あのそのままお皿になるやつっていいよな。そう、そのままお皿になるやついいわ。もうそのままお皿になるやつじゃないと無理かもしれへんって思い出して、うん、すごい雨やな。うん、何やこれ、いつまで来んのやろ。うぐうて、うん、どうかな。うん、うまい、うまい、うまい。二泊もすごいらしいです。いや、そうだ、うん、だからみんな早から炊くよ。うん、すごいな、ね、200、うん、何連休かな。うん、まあでも1日はボーッと出てんが。うん、200な。うん、なっちゃったよな。昔公安で3泊ぐらいせなかった。やんだ雨は。やんでねえよ。もうすぐ晴れるや。永遠に雲やもんな。うん、3連休天気悪かったやろ、うん、明日もあれやろ。いや知らんけど。薪ストーブや。なんかど素人が下手に手出す素人じゃなかったな。片付けんのか、手汚してんのか片付けてんのか分からん状態になってんの。マキストーブ片付け。七つの流れ。七つもあんの流れ。あ、まだ雨降ってきた。うん、他のキャンプギアと比べると手間がかかる。やっぱり用心深く扱う必要があります。薪ストーブの片付けは
設置の略をやるだけですが、実際にやろうとするとわからないことだらけですよね。え？薪ストーブの火を消火するはできてるな。うん、逆をやるだけからわからへんことはないんだけどな。ただ掃除が、掃除がめんどくさいですよ。取れへんね、隅が全然。なんか便利アイテムあればいいのにな。端っこの隅まで取れる棒みたいな、松井棒みたいな。灰は全てかき出し、ブロワーがあれば一度風を当てて外に吹き出してしまいましょう。ないよそんな最後に乾いたウエスで燃焼室内と本体外部を吹き上げましょう。えぐです。やっぱり水があかんかったんやな。そうやねんけどな。そうやねん、分かっててん。なんかあかんような気がしててんやん。でも俺早く寝たかってん。もうあれ11時ぐらいやったやん。俺早く寝たかってん。だからピッて行った。ちくしょー。中にこれこんなさ入ってどうやって書き出すん。ナイスこれで家帰って干したらってことやろ。そうそう、めっちゃ楽やん。ケースも汚れずに済むっていう。